はいどうも皆さんこんにちはゆきですさあ今日もですねビットコンインサリアムリップルテラコトルナソラナ MV 元素基地とね、こちらの6名からチャート分析していきますので、ぜひね、最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところではございますが、本日がですね、4月の6日、水曜日、週中、時間がですね、午前11時50分というところで今日の動画を撮影しております。今日皆さんに元気とチャート分析をお届けしてまいりますよということで、僕のチャンネルではですね、皆さんのチャート分析に役立つ情報を日々日々配信しておりますので、今日の動画を見て、参考になったの、めになったな、面白かったななんて思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタン、あとはベルマーク通帳にして応援の方よろしくお願いいたします。あとですねえー僕の チャート分析に使っているチャート、こちらですね、おすすめしている仮想通貨取引所のバイビットを使っております。同じチャートを見てね、取引所ごとにやっぱりね、誤差があるので、同じチャートを見て、理解を深めたいんだという方ですね、動画の概要欄をご覧ください。携帯で見ている方、動画をね、縦にしてもらって、動画のタイトルの横に下矢印ついてます。そちらクリックしてもらうと、概要欄がずらっと出てきますので、そちらの概要欄の一番上、バイビットの講座解説の URL から、講座の方解説してみてはいかがでしょうかと。講座解説は無料。なおかつね、1分から3分ぐらい、まあ早い 1>, 1分ぐらいでね。講座の解説はできて、すぐにチャートは見れる状況になりますので、ぜひですね。そちらも活用いただいて、僕の動画をね。えー、深くご理解いただけるといいんじゃないかな、っていうふうに思っております。こちらも、ね、ぜひ活用してください。はい、あとはですね、えー、僕の動画はですね。まあ、基本的には六銘柄ぐらいで、まあ、三十分から四十分ぐらい。ちょっと長い動画となってます。で、興味のない銘柄もあると思いますので、えー、動画の概要欄にですね。こちらもチャプター、えー、つけております。えー、好きな銘、ね、柄の好きなチャート分析まで、えー、ワンクリックでスキップすることができますので、皆さんの。 見れる時間。皆さんの、ね、時間に合わせて、僕の動画をね、自由にお楽しみいただけたらなというふうに思ってますので、そちらのチャプターもぜひぜひご活用ください。あとですね、ちょっと余談になりますが、えー、昨日ですね、えー、サブチャンネルの動画を上げまして、まあ、かなりね、好評いただいております。えー、僕のトークが好きだという方はですね、ぜひサブチャンネルも覗いてみてください。こちらも動画の概要欄、説明欄の中ですね、えー、サブチャンネルに飛ぶ、えー、URL もついておりますので、そちらからね、ぜひぜひ僕のね、サブチャンネルの動画もチェックしていただいて、ついでにチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。はい。ということで、今日はね、特にオープニングとこもなく早速ね、チ、えー、ャット分析の方に。 え、入っていこうかなというふうに思いますが、えー、もう本当にね、えー、昨日の、えー、チャート分析の動画見てくれた方、サブチャンネルちゃうで、サブえー、チ,ャートチャート分析のね、動画見てくれた人やと、あー、やっぱ勇気は笑いだけじゃないなと、ね、ちゃんとチャート分析もしてるなっていうのはね、えー、ご理解いただけたかなと思うんですが、まあ、もしですね、昨日の、えー、動画、えー、チャート分析の動画ですね、えー、見ていない方は、ぜひですね、えー、この動画を見た後に、一回ね、振り返りでフックしてね、チェックしていただけると、おっ ほんまや、ぴったりやつってね、思っていただけるかなと思いますので、そちらもぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。はい。で、ここからですね、まあ、そのね、自慢はさておき、はい。えー、ここから先の寝動きっていうのを皆さんと一緒にね、見ていこうかなというふうに思います。まあ、あくまで僕の考え方ですね、僕の見ているポイントっていうのをお伝えしていきます。はい。 で、えー、昨日のね押し目をつけたことによって、まあ、昨日の見出しがねそろそろ押し目作るかもっていう話をしていて、でま押し目を作ったような格好に見えます。で、えー、昨日の押し目でですねある程度、えー、しっかり調整はかませたんじゃないかなっていうふうには見ております。まあ、これいつもねあのー、参考程度にしてよって言ってはいるものの、フィボナッチリトレースメント、今回のね上昇に対して引いていきます。そうするとまあ、大きく えー、今回の上昇を人波と捉えるのであればね、えー、0.382、まあ、健全な押し目であるという言われるポイントですね。ここまでのおしめっていうのはつけてきております。ねえー、なので十分ね上に上がる力はためれたんじゃなかろうかっていうポイントやしもしね ももう一段上でで引くことができますね、まあ、だからこそフィボナッチってねあくまで目安にしてくださいねって言われてるんですけどまあいろん、えー、と引き方の定義っていうのが明確に決まってないから、あのー、引く人引く人によって若干変わってくるっていうねだから目安程度って言われるんですがまあ一応ね、えー、この人並み上の、えー、おしめからつけてくるとまあだいたい0.5のおしめですねまあ十分す、えー、ぎるおしめまあ0.618までのおしめでも十分なんですがね、えー、25イエメドの改りを埋めたというところも含めて考えるとこの辺りではおしめは十分、えー、との 整いました根ちなんじゃないかなっていうところは考えておりますので、えー、この辺り是非ね、えー、参考にしていただけたらと思いますがそんなタイ,タイミングで,ですねバイビットに再接,接続中と <laughs> ちょっと待ってな今から再接続してくれるでしょうはい戻ってきたということで、えー、進めていきますよいしょ こんな感じね、えー、フィボナッチで見ると0.5まで押し目をつけたと。で 25EMA、日足のね、日足の 25EMA との帰りも埋めたんだよというところで、えー、ここから先の今度はね、動きを見ていきましょうよと、えー、いうところでございます。はい。 で、えー、現状ですね、4時間して見ていきますが、えー、昨日何を言ってたかっていうと、まあ、トリプルトップ的な形になって、一旦押し目を作るんじゃなかろうかというところで、もう本当にね、僕の言ってたポイント、4万、えー、6800ぐらいかな、この辺りが、まあ、ちょっと上髭が抜けてるもののね、えー、その辺りを抵抗体にして、えー、一旦の下落をしたと。ね、で、4万4400、ここも、 バシバシに言ってます。もうこれ本当に過去の動画見てください。あの、確実に44,400っていう言葉を発してるし、この黄緑色のラインっていうのは一回も動かしてません。はい。あの、ずーっとここに存在し続けているラインですね。えー、ここ数日間のね、えー、チャート分析を見てもらったら。えー、そのあたりで、えー、サポートが入ってズバッと、ね、ショートの利確ポイントもバッチリ、ね、もしロングでここで、えー、差しに入れた方は、もう差し根の、えー、ロングの場所、えーはい、エントリーポイントもバッチリというところでございます。ただですね、この44,400割ってきたら一度損切りをかましてほしいなというところですね。えー僕えー 僕でも、えー、かましていこうかなというところですね。はい。なので、ここは一度、えー、損切りは、えー、想定というところでございます。が、えー、このままね、上がってくるのであれば、一応ね、大きく見たときに、まあ、天井圏なんで、特にね、そのダブルボトムが出やすい場所とか言うわけではないんですが、えー、この形ですね。ダブルボトムの形からの上昇というのが見られるという感じで、僕の方は見ておりますので、えー、ここらロングでも十分、デ、え、ィ、ー、スクリワード的には悪くないかなと思います。はい。 これね、リスクリワードってね、あのよく言葉では耳にすると思うんですけど、これね、ツールを使うとすごい簡単に見れるんですね。あの左端にバイビテとチャートのね、あの描画ツールっていうのがあるんですけど、まあトレーディングビューでもあります。はい。その中にね、このロングポジションでリス,リスクリワードを見るね、ツールが実はあるんですね。ここでね、ポチッと押してもらうと、こういった形で、えー、ストップがどれぐらいまで、ターゲットがどれぐらいまでっていうのを、えー、自分で調整できる、えー、ツールが出てきますので、これで可視化してもらうと一番いいかな。例えばですけど、今現状、えー、直近で、えー、すぐにエントリーした場合、ロング、ね 年ンドリした場合で、えー、損切りを44400ぐらいに置きますよとねターゲットは、えー、続きましてが 一旦ねターゲットとするのが万ぐらいかなこの辺りをターゲットにしようかなっつってね、えー。こういった感じでリスクリワードっていうのを可視化してもらうと、あリスクリワード比3.2、あバッっリやんっつってね、えー。こういった形で、えー、自分のトレードを見返していくっていうことも可能ですので、こういったツールもね、ぜひぜひ活用してもらって、特に初心者の方はね、あ,のある程度熟練してくると、もうパッと見たら、大体これあこれぐらいの損切り幅で、これぐらいのリスク、えー、リワードで、あリスクワードバッチリやなみたいな感じでいけるんですが、最初はですね、ぜひこういった形のツールを使いつつ、 確実にね、あのー、経験を積んでいってもらえるといいかなというふうに思いますので、えー、この辺りはぜひやってみてください。はい、でダブルボトム、えー、を決,、ま、決めれるのであればこのね4万80007500、えー、かなこの辺りまでのネックラインまでの上昇っていうのは見込めると。はい、でなおかつですね えー、ここでなんで部分的な利確もしくはストップを上げてくる形で戦略を練るかというとダブルトップまで警戒していかないといけないからですねここまで上がってくるとちょうどね直近の高値圏にもなりますよとでこの形でダブルトップっていう形で打たれるとまあ、かなり厳しい状況逆にね今度は下方向の、えー、強い、えー、チャートパターンが出てきてしまいますのでまあこのあたりはですね本当にちょっと注意はしておかないといけないというところでございますはいよいしょちょっと待ってやよよよはい で、えー、ここからですね、えー、その47,500っていうところを上抜けると、今度はですね、よいしょ、冷やしでちょっと見たいねんけど、冷やしのね、ずっと言ってた 200MA ですね。ここにもう一回、再度チャレンジ権を与えてもらえるんじゃなかろうかという感じですね。48,300くらいかな、今のえー、200MA の場所でいくとね。はい、48,300くらい。ここを上抜けれると、今度はですね、 えーここで、えー、ここを根拠にねショートをしている方たち売ってる人たち多分いっぱいいますはいなのでこの人たちの損切りであったりとか新規のショートの損切りであったりとか今度はここを抜けた後の要はあやばい置いていかれちゃうっていうね、えー、FOM、あのー、置いていかれる恐怖って言われるやつがあるんですがそれによってね買いが買いを読んでグイッと上がってくるっていう可能性は十二分にありえるかなと思ってますその場合は、えー、次のターゲットは5万2000。わー、wow. ということでですね、えー、この辺りはちょっとね、期待しながら見ていてもらってもいいんじゃないかなっていう局面でございます。はい。ただですよ、これあくまで買いあおりでもなんでもなくて、僕はもうずーっと言ってます。チャートに対してですよ、あの、上しかない相場なんてありません。上しかない相場があるんやったらみんな買ってるだけでね、大金持ちね、あのー、老後2000、2000万円問題、3000万円問題なんてあの言ってる人誰もいなかったですよね。なんでじゃあそういうことになってるかっていうと、まあ、なぜ、あのー、なぜその相場退場する人が多いかっていうと、上しか見ない人がね、焼かれて自分の下がなくなってしまったり、この下、 しかないって思ってた人がねぐい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 こんな踏み上げられてねあの資産がえー、資金がねなくなってしまったりっていう方,方がやっぱりねあのこういった相場っていうのはありますなので僕はもう口を酸っぱく言えてるんですけど上しかない相場もなければ下しかない相場もないです。 常にフラットに、えー、チャートを、えー、冷静に、えー、見極めることによって、えー、自分が、えー、下目線しかない上目線しかないというバイアスがかかった状態を、まあ、排除しながらうま、えー、く立ち回っていくというのが一番僕の中では重要なポイントになっているんじゃないかなと思いますのでこのあたりはぜひですね、あのー、経験として、えー、皆さんのね ま参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、僕の中では、えー、っとね、あの、撤退ラインっていうのは、もう本当に冷やしレベルの、えー、25EMA、ここ終わったら一旦撤退ですね。はい、ロングの撤退、えー、ポイント、えー、目線の切り替えポイントというか、ね、一旦目線をフラットに戻す、もしくはショートをね、強めに考えていかないといけないという局面になりますので、このあたりはぜひね、参考にしながら、皆さんのね、えー、シナリオ作りにお役立ていただけたらいいんじゃないかなと思います。ま,あ、まとめますと、とりあえずね、今は、 えー、この高値圏ではあるもののダブルボトムを作って、えー、47,500っていうところを上抜けてね、再度48,300付近の、えー、MA を目指していくんじゃないかなっていうふうに僕は考えておりますので、えー、このあたりのね、シナリオはぜひですね、参考にしながら皆さんのトレード、えー、シナリオ作りにお役立ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。では続きましてが、えー、イーサリアム。 えー、イーサリアムに関しても、本当にね、まあまあ、ほぼほぼ完璧と言っていいぐらいの感じで、えー、下がってきてくれました。ただ、ちょっとね、おしめはもうちょいつけてほしかったなーっていうぐらいかな。はい一応ね、安値は切り上げてきたので、それに関してはやっぱり、ああ、イーサリアムってまだ強いんやなっていう感じではあります。はい。 まあで結局よ、まあえー、確定的なことを言うのであれば、やっぱり 200mA は硬かったんだっていうところだけですね。今現状、この冷やしレベルで見るとね。はいあ,あ、やっぱ 200mA ってそう簡単には抜けられへんねやっていうのが目、まあの当たりにされたかなというところではございます。はい、で、押し目に関して言うと、そうだな。まあ、このね、よいしょ、安値から高値までぐいっと引いてくると、うーんちょっとね、0.38人届いてない。まあ、もう1個上にね。 よいしょちょっとおしめっぽいところがあるのでそこで引いてくるのであれば、まあ、一旦ね0.38に今タッチ0.5に一回タッチして0.38に再度タッチして、まあ、再び上げれるのかどうかっていうところに、まあ、差し当たってるのかなというところではありますが、まあ、これはあくまで目安として、えー、考えていただければと思います。はいまあ、一応おしめとしては、まあ、よいしょこのねこの上昇。 この上昇に対しての押しめとしては十分な押しめをつけてると、えー、健全な押しめをつけてると考えてもいいので、えー、ここから上っていうのは十分考えれるという風な僕の、えー、判断にはなります。はい。まあ、なので、まあ、200MA を抜けてくると、ビットコインと同じくして、もう一段グイッと上がってくるというところなんですが、そうなった場合ね、あの、僕の中でイーサリアムは、 えっとね4000っていうところはもうほぼほぼ見えるんかなっていう感じに見えてます。うん、4000っていうところは、えー、十分、えー、差し当たってくるかなと。はいで4000の攻防戦に勝てば4500みたいな感じでね、えー、見ておりますのでまあ、この辺りは本当にねまだ夢幻というかね完全に妄想ではありますが 200M a 上抜け後は、えー、3800ぐらいがね一応、えー、僕の弾いてるチャンネルの中央線なのでまあその辺りの、えー、ポイントを チェックしながら4000ドルまでは、えー、しっかりと運んでいくと。で、4000ドルの攻防戦というのは、ちょっとね、あのー、ボラティリティ、価格帯の値動きが、ね、激しくなる可能性があるので、このあたり、理確して見守るのか、はたまたね、ストップを十分安全圏において、利益は確保した状態で、えーさ,えー、さらにね、上を目指すのかというところは、その時の値動きによりますので、まあ、今現状は言えませんが、4000ドルの値動きを見守るという感じで、今の、えー、大雑把なね、流れはそんなところで考えておりますよというところでございます。はい。 で、ちょっとね、ここから4時間足の値、ね、動き見ていきたいんですけども、よいしょ。えー、っとね、僕の想定ではね、3200くらいまで落ちてきて欲しかったなっていうところなんですよね。まあちょっと切り上げてしまったというか、まあ、切り上げ、今現状ね、切り上げているので、ここから先は、えー、右肩上がりの 3ンには絶対警戒しないといけない。もしくは、この熱、ね、下位を今度は回収して、きっちりね、3200まで落ちてくる。で、次は3ンを作ってくるという、このパターンまで、2パターンまで考えてます、僕の中でね。はい。その場合、抵抗体になり得るのが、えー、っとね、一つ目が、もうこれはね、絶対強いであろうというポイントです。3400。ここの抵抗体というのは、12分に、えー、チェックはしておいてください。もしかすると、この形でね、えー、1回3400っていうところで抵抗されて、えー、ね、 一度落としてきて、この右肩上がりのトレンドラインはえ守った状態でダブルボトム。ね、えー、要は三尊の、えー、いつも言ってます、右肩をダブルボトムにする形での否定っていう形で出てくる可能性っていうのは十分ありますので、ここまで、えー、想定はしておくべきかなと、はい。で、そのままもし抜けてきてしまった場合は、3200っていうところは広いポイント。一時的な反発は拾っていきたいなっていうポイントですね。そうなった場合でも、えー、3200から3400までの200ドル幅はしっかりとロングで取ってもいいし、ね、えー、 次の 2, 2, 2回目の底ですね、2番底、ここをダブルごトも、えー、根拠に拾っていってもいいしっていう感じになるかなと思うんですが、まあ、3200っていうところが、どっちみち、えー、上下の分岐点かなというふうに思いますので、まあ、このあたりを、ねえー、根拠に、えー、僕の中ではトレードしていきたいななんて思ってる次第でございます。はい うーんこのまま、まあね、あの高値を更新してくるパターンでいくと、まあ結局、この上昇トレンドっていうのが継続という形になるので、まあどっちみち強いということですよね、にはえなるのかなというところです。はい。ただまあ3200まで一回落としてくると、一度下も、えー、 下の割合を増やすというか、ねあのー、考え方的に下の割合も増やしたような形この3存が決まったらこういう風にしていかないとっていうシナリオまで、まあ、見ていくことになりますので、まあ、若干の弱さを、えー、弱含みとか弱さを含んでくるかなというところでもございますのでこの辺りはぜひ、ねあのー、気をつけながら、えー、チャートの方は見ておいていただけるようにいいんじゃないかなというところでございます。はい まあこの4時間足の作り方にもよるけどねもし下池の長い要線とかになってくるともううおめっちゃ強いやん特にねもしこの4時間足を3400よりも上とかでし、えー、締め切る場合は多分もうほぼほぼ僕は上で考えていきます。 はい、ただここがね要隕石で出てくるような形になった場合もう一回下着を回収しにくるパターンもしくは3400っていうところが抵抗体になってもう一段ず、えー、続落してくるパターンっていうのは、えー、十分存在しますので、まあ、その辺りをケアする、えー、ケアする必要が出てくるのかなっていう感じで見ておりますのでこの辺りもね是非皆さんのシナリオ作りに、えー、参考にしていただけるといいんじゃないかなと思います。はい まあ、いざにもとりあえずね、3200割るかどうかっていうところが一番僕の中では重要に見てます、見てますよっていうところですね。右肩上がりの3ゾーン、もしくは普通のね、えー、水平線なをデンクラインとした3層。まあ、どっちにしろ、えー、3ゾーンっていうのが、まあ、ちょっとね、あのー、見え隠れしている状況なんだよっていうところだけ押さえておいてもらえると、まあ、うまくね、僕の動画を見てくれてる、ずっと見てくれてる方、追っかけてくれてる方やと、あーな、もうこれだけでも、ああ、なるほど、こういう感じでこういう感じでこういう,う,いうシナリオを作って、あ、こういう感じでトレードしていったらいいんやな、みたいな、ぴょんぴょんっつってね、えー、計算できるんじゃないかなと思いますので、このあたりをぜひ参考にしながらトレードに役立っ ててみてください。はい。では続きましてがエールリップ。<laughs> ということでね、えー、リップルを見ていきたいなと思いますが、リップルに関してもまあ同じような形ですね。押し目をつけてきましたよというところなんですが、リップ。 プルがねやっぱ一番ね、あのー、単独というか特にね、あのー、うわこのチャートと似てるなみたいなところが今現状このビットコインインサレムには似通らない、ね、似ていない、えー、似て非なる、えー、チャートを作っているような状況なんですが、まあ、一応今現状ね安値も切り上げてるから、まあ、一応強い状況は、えー、キープという感じですねはいで、まあ、今現状このねヒゲ2本の切り上げラインっていうのがこれ4時間して見てもらったら分かるんですが結構ね効いてるラインで えー、よいしょ。これ赤やと分かりにくいな。これ白にしようか。いよいしょ。これですね。このライン。今白に書いたラインですね。よいしょ。このラインを見ると、このね、ひげ2本。ちょっとずれたわ。このひげ2本ね。O、をつけた、えー、切り上げたラインっていうのを下に引っ張ってくると、あらあらと。 あれこれこ結構実体験でも効いてるラインやみたいな感じが見えてくるんですが、まあ、このラインで今回は効いてきたんだよっていうところが、まあえー、目に見えるかなというところでございますただねちょっとんどうなんやろなっていう感じなのが一応ね、まあ、これざっくり見るとよいしょまず大きな三尊的な動きっていうのが、まあ、見,え見えてくるかなと思いますはい まあただねこの下ひがねちょっとねあのー、雑音というかノイズになっちゃってるのでここはちょっとね確定でこの三尊の形が効いているとは言えないもののまあえー、三尊的な形が、えー、目に見えるような形でなおかつこの右肩の中ですよねよいしょここの中ここを見てもらうとわかるんですけどこの中も ちょっとねダブルトップっていう形から、まあ、右肩を作った形で、まあ、ちょっと右肩下がりの三層っていう形にも見えるしもしくはダブルトップを、まあ、ネックラインを割ったけど結果的にダブルトップを否定してきている形にも見えるのでうーんちょっと難しいあのー、リップルに関してはもう少し様相みたいなっていう感じはまああのー。 本,本音です。本音はちょっと様子みたいなっていう感じ。まだ、うーん、どっちも言いにくいって言って、これね、あの、どっちにも取れるし、どっちのポジションも取りにくい場所でもあるかなっていうところでございます。はい。で、もしリップルをロングで取りたいのであれば、僕の中では0.85上抜けからでいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。で、もしね、ここで、よいしょ、だいたいね、0.81、えー、とか8、81かな ?0.81 付近。このあたりでね、えー、この今の現状、えー、 進行中の4時間足が、よいしょ、この中で実態を固めてくるようであれば、ちょっとね、ビットコイン寄りな形の考え方にはなるんですが、ダブルボトムと考えまして、で、ネックラインが大体そうですね、えー、0.84か0.85、このあたりがネックラインと、で、ここを上抜けてきたら、えー、上目線を、えー、上目線に切り替えて0.9まで見ていけるみたいな感じには見えているので、もしロングを取るんやったら、もう今すぐ取って、で、0.8割れたら損切りする。 これ一つのポイントですね。うん、今の現状、直近で、えー、ロングにポジションエントリーしていって、0.8を割れたら損切りする。まあこれは背も近いので、まあ十分リスクリワード的には0.85まで持っていくとしても十分な利益。ね。えー、もしくは0.85上抜けから0.85背にロングね。 うん、あのいつも言っている裏タッチングロペスのパンパス買いこのダブルボトムのネックラインをタッチしたポイントで買っていく。もしくは、抜けたところで、えー、追っかけてロング、まあ。スケベロングって言われたりね、あのー、ブレイクアウト狙いとかって言われたりするけど、まあ、この、ねえー、ネックラインで、えー、抜けたところを、えー、つばづけてロングをして、落ちてきたところで再度本玉を入れていく、えー、シナリオもあるし。っていうところで、まあ、ロングを取るんったらこんな感じのシナリオになり得るのかなというところです、はい。で、ショートを取るんであれば0.8を割った後、 ですね、あのちょっと様子を見てもらって、僕の中ではこのト,トレンドライン、下割れからかな、0.78とか、追われてからショートは考えるような形になるかなと思いますので、それまでは基本的には、えー、落ちたところは拾っていく、えー、想定は変わらずというところで考えておりますので、このあたりはぜひね、リプルに関しても、えー、参考にしながら、皆さんのトレードにお役立ていただけたらいいんじゃないかなというところでございます。はい。では続きましてが、えー、ルナちゃんいきます。 ルナテラ、ルナテラ強いね。強いんやけどっていうところでね。ここから先の動き見ていきたい。えー、まあ一応三存想定は変わらずですね。よいしょ。この、えー、四字干心で見たところの、ここの三存ですね。この頭の三存っていうのはちょっと警戒はしておかないといけない。で、そうなってくると、四字干心の 25EMA 割れですね。今現状、えー、トレンドラインも交わってきてるんですけど、ここですね。 この2点のトレンドライン引いてもらって、今回もサポートが入ってます。まあ25円目と交わってるからっていうところもあったと思うけど、サポートが入ってるポイントが113ドルですね。113ドルのポイントでサポート。で、このまま高値更新してくるんやったら、もう完全に上昇トレンド継続という形になるので、あ、やっぱルナまだ強いなというところでございます。はい。で、もし頭でね、えー、3ゾーンを作ってくる形になるんであれば、この右肩の否定型っていうのは注目しておきたいというところは、もういつも通りの流れですね。はい。 で、110、え、じゃあごめんなさい。108ドルぐらいかな。110ドルか108ドルぐらい。このあたりがネックラインになり得るポイント。えー、直近の高値に対する裏タッチングロペスのパンパース買いまあ、あ要はレジサポ転換ですね。はい。ここに関しては、1回、2回、3回抵抗されてるので、ま、あ1回、2回、3回、えー、サポートされても十分あり得るポイントかなと思います。はい。なので、このあたりで、えー、右肩作る。もしくは、このまま、えー、ダブルボトムとしてね。 このダブルボトムですね、を作ってくるのもあるでしょうというところですが、119円とか、まあ、約百2 0円ですね、ここを上抜けてくるんであれば、かなり大きな上昇というのを見れるんじゃなかろうかというところで考えております。はい でもし、この108ドルまでを下抜けるんであれば、次の拾うポイントは、やっぱり100ドルですね。100ドルというところは注目しておきたい。はい、頭を3ゾーンを作った上で、えー、100ドルまで落としてきた場合は、えー、次のね、大きな3層というところに、えー、関わってきますので、100ドルは拾う想定、はい。で、100ドル割ってくるんやったら、一旦目線はフラットに戻しましょうという感じで考えておりますので、まあ、このあたりはぜひね、えー、参考にしながら、皆さんのトレードにお役立ていただけるといいんじゃないかなというところでございます。はい。そんなところかな。 うんふんふんこれねテラに関してはねこれ1時間してみても、うん、その三尊の中にまた三尊があったりするのよね。うーん うんそうやね、まあけどあれで、ねえー、今現状この1時間足レベルの三層で考えても114ドルかな、うん、114ドル付近115ドル114ドル付近ここ割ってくると一旦ちっちゃな三層っていうのが、えー、決まってくるのでまあやっぱり108円ぐらいまでは見ていかないといけない、うん、だから順番的には今現状1145ドルを1時間足を根拠に、えー、ロングっていうのは今そ,そろそろいい感じかなっていうところ煮詰まってきてるかなっていうところね三層、えー、を、えー、否定してくるパターン っていうのが見れるかなというポイントが今現状1時間足レベル4時間足レベルで考えるとそこを割ってきた時114 11ドル割ってきた時に108ドルまで見ていくで1 8ドルだったら 100, 100ドルまで見ていくと、えー、この3段階のロングの拾う場所っていうのを想定しておけばまあ今のところはいいんじゃないかなというふうに僕は思っておりますほい では続きましてが、えー、ソラナちゃんいきますね。ソラナちゃんに関しても、えー、いい押し目をつけてくれて、まあまあそろそろいいよねっていう感じですね。いい、えー、トレードできそうだなと、いいリスクリワードのトレードができそうだなっていうところまで落ちてきてくれてます。まあ冷やしでここに、えー、フィボナッチリトレースメント引いていきます。よいしょ。まあもうちょいかな。もうちょい押し目つけてくれると、まあもっと安心というか0.382というところかなというところではありますが、 うーん、そうなってくると、え空に関しては118ドルとかかな。この辺りのタッチは見ていきたい。で、えー、ちょうどね、25エ雨とかなり乖離がひ広がってきてる。要は空白が空いてきてるので、間にね。その辺りまで落としてきてくれると、0.5。 えーのおしめをつける形で110ドル。ここはもう十分広い想定ですよね。なので、まあ118ドルか120ドル。ここは一つ目の広い想定。今現状、そのえー水域に似てます。値位置に似てますよと。はい。で、次もしそこを抜けてきたら110ドルぐらいは一回拾ってみたいなっていう感じに見えるので、まあこのあたりはぜひ参考にしてみてください。はい。で、え、現状ですね。よいしょ。 えー、今ね、木曜ターゲットはね、僕の中では155ドルかな、空、えー、ネに対し,対してはね、はい、上は155ドルまで見てますよっていうところなんですけど、よいしょ。ちょっと待って、分かりにくくなった。よいしょ。ほっ。で、今現状こんな動き、4時間足でしてます。はいで、直近の安に対しての、えー、サポートラインに食い込んでは来てる,もん,、えー、来てるんですけど、 うーんもう一段落ちてきてると日和やすかってんけど、まあ、こっからでも十分リスクリワード的にはそこまでめちゃくちゃ悪い、えー、ポジションにはなれへんのかなという感じではありますね。例えばですけど、ここで、えー、今ね、すぐすぐよ、まあ、ちょっとみん,なみんなにね、動画届いてるときには値、ね、動きしてしまってる後やと思うねんだけど、まあ、ここを、えー、エントリーポイントとして、で、損切りするラインが118ドル、えー、で損切りしますよというところ。で、ターゲットが ねえー、直近の高値までだとしても、えー、140ドルぐらいまでかなこの辺りを次のターゲットにできますよと。 はい、そうなった場合は143ドルまでかながターゲットでリスクリワードが3.23十分やしこのまま上まで引っ張って155ドルまで僕は見てるのでそこまでターゲット引っ張ってくる,くるとリスクリワード5.2、まあ、十分な、えー、利益のね、えー、比率が取れるロングにはなるかなと思うんですが、まあ、損切りの場所であったりとかそういったものでね、あのー、トレードっていうのはそ、えー、左右されてしまいますので、まあ、このあたりは僕の中では118ドルを損切り目安に、えー、ロングのエントリーポジションっていうのは十分、えー、取れるポイントには来てるのかなっていう感じでは考えてます。はい ただまあ25位へ目を割ってきてはいるので、まあ、その辺りはちょっと怖い部分ではありますが、うん、サポートラインとしては十分、えーね、直近の、えー、最高値圏にあったポイントを、えー、サポートラインとしているというところも鑑みると、まあ、十分な、えー、エントリー根拠になるような、えー、ポイントにはなってくるんじゃないかなというふうには思っています。はい トレンドラインはちょっと届いてないんかなあああ。トレンドラインも生きてる感じになるね。うん。そうなってくると、トレンドラインと水平線、このあたりを根拠に、えー、エントリーしていくポイントとして、えー、あったかなというところですね。はい。ただ、これはさっきも言った通り、えー、次のポイントまで、えー、引っ張ってきてこ、えー、れるようなポ,ポイントになってますので、えー、抜けた、割れた場合はしっかりと損切りはかましてください。はい。あの、損切りは本当にね、もうほん、あのー、勢い大事。 うん、もう自分の決めてたラインを超えたら、割ったら必ず損切り。まあ、ショートの場合、超えたら必ず損切りっていうのは、これはマイ,ムマイルールとしてね、あのしっかりと、えー、決めておいた方がいいです。これはもうみんな言ってるのでね、あのーまあ、ほぼ間違いないかなと、うん、思いますので、えー、このあたりをぜひですね、皆さん参考にしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。では最後は MV。ねえ、MV ね、遊んでくるよね。まあ、一応ね、えーまあ、まず冷やし見ていこうか。よいしょ。 まあ、まだ、全然許容範囲内の押し目をつけたような形には見えるんですが、で、えー、なおかつ、冷やし、これ今、冷やしね、MV の冷やし、えー、25EMA、冷やしの 25EMA でのサポートというところにも見えます。はい。なので、ここから上っていうのは十分、十二分にはあり得るかなっていう、えー、局面にはなってきたかな。はい。とりあえずな、MV は0.74、えー、75ぐらいかな。えー、ちゃいちゃ0.7。 0.7割ってくるとかなり厳しい状況に、えー、再び下降トレンドという形になっちゃうので、えー、かなり厳しい状況であるというのは、えー、変わらずでございます。はい。ただ一応僕の中では、えー、0.85ですね。の上抜けから一つチャンスが出てくる。で、直近の高値に迫る上昇っていうのができるのかなというふうに思ってますので、まあ、0.85割、えー、上に抜けてこれると0.93、えー、とか、えー、このあたりまで上昇っていうのが見れるかなというところですね。で、0.97。えー 要は1ドル弱ですね、えー、0.97とかを打ち,打ち抜いてくることができれば、えー、晴れてですね冷やしレベルの下降トレンドを、えー、ぶち抜いた形になるので、まあ、かなり、えー、いいポイントになるのかなと。でなおかつ、えー、冷やしレベルの、まあ、トリプルボトムにも見えるし、まあ、ここで言うとダブルボトムかなこの形のダブルボトムが決まってくることになるのでそうなってきた場合はここですね。 この幅分、再び上に上がるってことは、もう2ドルぐらいまで行っちゃうんじゃねえのつってね、えー、いうふうな上昇も見れるかもし、えー、れませんので、まあ、このあたりは期待も込みで、えー、見ておいてもいいんじゃないかなというポイントでございます。はい。で、えー、4時間足ちょっと見ておきますが、4時間足だとね、今ちょうどね、この、えー、一旦おしめをつけた後にダブルボトムをつけてきてるので、もしロング、今ちょっとロングはね、あの、ちょっと背が遠くなってしまったので難しいので、えー、0.84とかかな。 うん、0.845とか、まあ、約0.85ですよね。このあたりを上抜けてから、えー、今度ね、この0.85というところ、えー、裏タッチしたときに、裏タッチングローペスのパンパース外。ここは検討してもいいんじゃないかなっていう局面になるかなと思います。まあ、直近の高値の実体験とか引いてくると、水平線を交わってくるので、まあ、十分根拠のある、線、えー、になるんじゃないかなっていうところで、0.85ちょいぐらいかな。うん、このあたりは、えー、一つ、えー、ロングの入るポイント。ただ、えー、ネックライン付近ですね。やし、えー、このね、 高値の切り,下げ、えー、高値切り下げラインと安値の切り上げラインのクロスしてるポイントに対して、えー、水平線が出てくるしこのねちょうど、えー、ダブルボトルのネックラインになるであろうポイントね0.847とかかな、まあ、約0.85ですよねこのあたりの水平線の方もう十分絡んでくるのでここで、えー、押し戻されて結果的に、えー、もう一回深掘りしてくるというパターンもありますからどっちかというと、えー、背が近いのはショートになるのかな、うん、上がってくるとねはいなので、えー、抜けてからの、えー、ロングが基地かなというところ で、千、えー、ニショートを打ちたい方であれば0.85付近というのが千ニショートが打ちやすいポイントになるんじゃないかなと。で、0.85、えー、上抜けてくるんやったら損切りをかましてもらって、えー、目線を切り替えて次はロングの拾えるポイントを探していくっていうね、えー、そんなシナリオも作れるかなというふうに思いますので、このあたりはぜひね、参考にしながら皆さんのトレードにお役立ていただけるといいんじゃないかなというところでございます。ほい ということでね、今日もね、以上6名からチャート分析を終わりたいなというふうに思います。今日もですね、動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。冒頭にも言いましたが、僕の使っているチャートですね、僕のお勧めしている仮想通貨と以上のバイビットのチャートを使っております。こうね、誤差なくチャート分析、理解したいんだという方はですね、ぜひ無料で講座解説できますし、もう1分、2分、もうすぐね、講座解説できますので、動画の概要欄一番上、バイビットの講座解説の URL リンクから講座の方解説してみてください。あとですね、僕のトークが好きだよって言ってる 言ってくれている方、えー、いっぱいいらっしゃるんですが、えー、ぜひですね、えー、サブチャンネルの方でトークはねメインで、えー、しておりますのでそちらのね、えー、トークメインのサブチャンネル、えー、こちらも動画の概要欄、えー、の中に、えー、書いておりますのでそちらの URL から、えー、サブチャンネルのチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたしますはいということでね今日は以上で終わりたいと思いますまた明日の動画でお会いいたしましょうバイバイ本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございましたチャンネル登録はこちら おすすめ動画はこちらリアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします詳しくは動画の概要欄をご覧くださいそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ